今回紹介するのは、発想する会社、世界最高のデザインファームイデオに学ぶイノベーションの技法という本です。読みながら、こんな会社、日本にあるだろうかと考えてしまった。ケリーは、イデオの経営者であるとともに、スタンフォードの先生をしている。プロジェクトのメンバーには、インダストリアルデザイナーだけでなく、 マーケティングのスペシャリストや言語学者、その他多彩な方面の専門家が集まって、怒涛のようなブレストを重ねてアイデアを磨いていく。それでいて、自由で、楽しく、みんながチームの力を信じて目標に突き進むビジネスウィークの記事にもあったが、今後はマッキンゼーのような旧来のコンサルではなく、イデオのようなグループこそが、 企業の製品開発から組織設計人的資源の育成マーケティングなどのコンサルティングの最先端を走るに違いないだろう以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします